どうも、今回このキヌガッサというルビー&サファイアで登場した、ポケモンを使っていきます。もちろんこいつの代名詞であるキヌコの方針、これをしっかり使っていくんですけれども、通常のタスキ型と違って、今回ちょっとポイズンヒール型でやってみます。身代わりを離すことによって、ポイズンヒールで回復しまくって、一生こう、なんか、安全地帯から眠り技打って、キヌ気合パンチという、威力150、タイプ1で225の高火力技を打ち込んでいける。で、そこと相性のいいテラバースと岩。これこいつのストーンエッジとかなんかガンプーとか覚えんねんけど、命中不安すぎるんでテラバーストにしてます。威力もストーンエッジ除いて一番高いんでね。結構このキヌガッサというポケモン自体があんまり強くないみたいな評価受けてんねんけど、そこを逆手にとってこの毒毒玉ポイズンヒール型でちょっと意表ついていくのがめちゃくちゃ刺さるんで、今回、それを見せていきたいです。よろしくお願いします。いきましょう。さあ、マッチしました。ソラさんお願いします。相手の手持ちが、鉄の包み巨人4。あー、なるほど。ムーマージからの鉄のカイナということでございまして。まあ、何度でも分かりました。相手の手持ちに関しては。初手ママンボ行って、ガッサ行って、ポジオンが地味に厄介か、これは。まあ、やはりボーマンダを使うべきなんじゃないのか、俺という人間は。マンダで行こう。さあ、お願いします。巨ジオンから入ってくる、ちょっと塩漬けが、かなり嫌なんで、いや、でも結局塩漬けは一発食らわなきゃいけないわ。まあ、再生力あるんで、交換しちゃえば、一緒でしょう。塩漬けが来る。ここで相手何を打ってくるかやな。このタイミングで変えるのもちょっと怖いか。守るかな。ガッサに変えようか。ガッサの身代わりがあれば、巨人4は、封殺できるし、こいつがテラスタル切らない限りは気合パンチで倒せるんで、ここでガッサに外野多分守るってくれると思うねんけど、やろ。ここなんかもう一回塩漬けとかされたらめちゃくちゃだるい。なんかやってきそう、なんとなく。あー、ステルスロックか。実質守るみたいなもんや。ステルスロックに関しては俺のパーティー回復が多いから、ちょマンダに刺さっちゃうけど、そこまで痛くはないか。で、ここでしっかりとさ、毒毒玉発動から、もう確定で身代わり。で、こいつはもう 100%、自己再生持ってるんで、塩漬け自己再生ステルスロック。あと1個あるとしたら、呪いとか鉄壁とか、だと思うんで、ほぼほぼこいつの身代わり突破する術ないと思うねんな。塩漬け OK。これに、これに関しては絶対身代わり壊せないから、こすないな。オッケー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 。さあ、ここで相手メスは何をしてくるかや、問題は。さあ、ポイズンヒール。なんとこれ2回発動するだけでも身代わり分回収です。8分の1回復があまりでかすぎる。で、気合パンチ。おっと、決まるかこれ。決まる？ボリプレ！おー、決まった！でも決まった！さすがに気合パンチ耐えないでしょ、巨人とは言え。いけ！多分相手の想定ではテラスタル切らんでも通常の種マシンガンとかなんかマハパンチとかのやつ、テクニシャンのギュガスやったら対応できたやろうな。うっと羽ばたく神。どうする？ハバカミ来たったら、じゃあもうママンボ行くしかないね、これね。しっかりとママンボも回復している。ムーモス、これ2台します。2回耐えるか？これほんまに。ほんまに耐える？耐えるよな。耐える。耐えるんですよ、皆さん。ママンボウの今環境におけるこう立ち位置良くない。バブリアスはもう、でも一応研磨とかケアした方がいいのか。研磨でもケアできないな、これ。ここマンダやな。ごめんなさい、ちょっともう起点されたらアウトなんで、ここガスがタスクじゃないから、ここマンダ別に切ってもいい。ここ激凛とか食らってもいい。問題ない。正直。ここはとにかくマンダ先に出して起点されないように。あ、やめた。オッケー。これ多分、ハチマキじゃないかな。ハチマキ。だからこだわってるね、明らかに。
ママンボもう一回出すわ、これ。ママンボもう一回出して、で、もう一回マンダ出して、だってこれ絶対始まりやと思う。そもそもここでアイアン入っとっておかしいから。あ、でもあれか。やべ。まあ。こんだけ、このやりとりしとけば、マーマンボの HP 得するな。まあ確実に行こう。もうこれもうほぼ始まりやから。マンダもう一回ぶん投げて、岩食らって、でも威嚇が入って、アイアンヘッドでマンダ落ちる。さあ、あとはまあもう威嚇2回入れてるから、例えば2回ぐらいひるみ食らったとしても、ガッサレ対応はできるはず。ただ、急所だけはどうしようもないかも。報酬いきます。ちょっとこいつに正義の鉄食らしたらマジで。アイアンヘッド、ああ、全然効きませんね。しっかり奉仕が入る。奉仕が入っちゃえばこっちのもんですわ。で、ポイズンヒールかまして、で、身代わりと。いや、キノガッサって面白いね。いや、実は、ガッサ使うのいつぶりやろ、多分 XY のレート環境ぶりぐらいだと思うんですよ、自分。こいつ強いわ、やっぱ。うん。そらみんな使いよるわ。はい、ありがとうございました。はい、マッチしました。カゲロウさんお願いします。相手の手持ちは、グレンアル、マーマーガ、バンギラス。あー、なるほど。なんか、初手はガッサでいいような気が。で、ママンボーいって、アーマーガーがちょっとやや重くなっちゃうんで、マンダですか。さあお願いします。グルメな、グレンアルマ。グルメアルマか。いや、グルメアルマ。まあ、さすがにママも受けに行くか。こいつもサイコショックとか持ってるからな、わかんねえんだよな。まあ、ママも物理は高いんだよね、素で。うわぁ。マリルリー。マリルリ？こいつ装飾もしかして。どうしようったろ。俺の方が早い。うわぁ、ちょっと待って、ガチの装飾臭いぞ、これ。いや、これ装飾や、ほんまに。いや、でも、残念。俺のガッサは、草技をそもそも持っていない。この状況どうすりゃいいんだろう。多分身代わり壊せないよね、これ、ジャイスクじゃね。アンコールされていく。どうしようかな。これ、引いた方がいいかもしれん。そうや、これ、てか、身代わり貼られた瞬間、渦潮消えんねや。これ、引こうか、ガッサに。装飾やったとしたらやで。殺傷能力ないから、俺も身代わり貼っちゃえば相手壊せんの。冷や水だるいな、それ。だるいけど、身代わり壊すに至ってないわ。ごめん、これもちょっと一旦引こうか。引きます。ママンボウで身代わりだけ壊そう、これ。冷や水食らったら痛すぎ。素早さ関係俺の方が早いから、多分このマリルに負けることないと思うね。このアンコール多分草技読みちゃうか。いや、でも俺は草技っていうか種マシンが見えると思う。あ、これガサ出すと多分種マシンが打つように見えると思うけど、まあ、もう絶対お前装飾やから。そこに関してはちょっと舐めてもらっちゃ困る。壊れろ。オッケー。一発壊せれば。滅びの歌めっちゃだるい技持ってる。まあ、で、これで技全部割れたな。身代わり、冷や水、滅びの歌、アンコール、ごめん、アンコールや。割れた。だからガッサ出しとけば身代わりを絶対相手は壊せない。から、ここで身代わりを張ってくれれば OK やな。まあ、もちろん、滅びの歌で、強引に行かれるけど。おっと、しかしここマリル引っ込める。グルメなグレンアルマだ。初手ターンにガッサ見て相手引いてんねんな。ごめん、これもママンボに変えます。ガッサ、これ炎技じゃなく、だけじゃなくて、エスパー技も半減やから、
テラスタル岩切ったところで、まあ切って奉仕物、まあ、テラスタルや、いやこれはもう変でよかったんちゃうか。テラスさ、これもらい火や、ちょっと待ってお前くせ者揃いやな。最近ね、これはテラクサは微妙に耐えないか。いや微妙どころじゃない、レベルで耐えないやん。微妙どころちゃうなこれ。なんだよな、テラクサっていうかエナイポかと思ったらこうかなった。ここもマリルリなんだ。マリルリ対面で身代わりガストで張れればもうほぼ勝ちやな気がするんだけどなこれ。うーん、まあちょっとアンコール怖いっちゃ怖いけど、リュウマイで、まあダブルリングあるから身代わり張れたもんだよ。嫌水か、クソだりーなおめえ、硬すぎるけど反応入る。アンコールで龍舞にずみはさせないと。微妙にこれダブルウィング一発目で身代わり壊せてないっていう。いやでもここは押していいと思うわ。マリル引く、アマガガじゃ、バンギ、ほう、あーあのね、ちょっとこうガッサ行きたいんやけど、なんか冷凍ビームとか持っとったらだるいねんな。だから、ね、やっぱりママンボウクッションすべきか。いやいや、ガッサやな、こうガッサや、絶対に絶対ガッサ。アクアザ、岩田、どっちも半減。いやーこれはな、でも耐える、こんなんやマジで。いや凍らない、毒やし。でこれポイズンヒルで回復するおかげで身代わり張れるんすよ。ここ絶対にマリルイ交換とか来るんで、ごめん、身代わりは張れる、張れるね、全然張れるね、張れるな。これ身代わり張ってもしないやんな、張るぞ。ゴマリルイね、あれこれちょっと不安になってきた。あ、グラルマが、まあ、なんでもええわ。砂ダメージは16分の1やから、耐えるはず。オッケー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 。さあ、こっからやぞ。緻密な計算をしていけ。気合パンチ計算もクソもない最近ね、さあ、攻撃出口130の、いじっぱり、全振り、タイプ値150、225、くらえ、正義の鉄槌や、これが。うはは、ギリ耐え、あ、でも、砂ダメージは無理かな、これ。なんだ、落ちろ。うわ、落ちねえ。そいつはきちいが、ママンボウに変えちまえば、オッケーなんじゃねえか。こうマリル行くと思ったけどな。いや、引くんだ、ちゃんと相手。偉いじゃん。マリルリが来る。砂が収まっていく。ここで収まんのかよ。じゃ、どの道変えて正解だな、俺。ここで、ごめん。身代わり、ま、仮に冷やみ、身代わり読みでガッサで冷や水来たとしても耐える。オッケー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 。でこのタイミングで回復入るから身代わりを打てる。この状況を作りたかった、マジで。俺はあ、ごめん、
こう、いや、ここのアンコール食らっても、まあ、後手アンコールやから、ポイズンヒルで回復しまくれるから、そんなに痛くはないかな。まあ、結局相手バンギ出すしかないんか。いや、俺偽るぜ、これ。大体引くしかないはず、これ。いやー、ここのアンコールもうまいね。まあ、てか、アンコール打ってくるか、そら。で、滅びの歌、歌か。滅びの歌だ、歌かな。あー、見割る、そのプレイ微妙じゃない？このターン意味なくない？だって。このターン意味ないよな。いや、ポイズンヒールの回復量これ半端ないわ。化けもんマジで。これ居座るんで。次こそ滅びの歌か。いや、それともここ、さっきヒャミだったらここも開く。いやー、滅びの歌やんな。うわ、ちょっとなんか詰将棋のようになってきたけど。いや、絶対この試合勝てるから。で、もうガッサの回復入りまくりさえそれは問題ないと思うねんな。アンコールって次で終わるっけ？次で多分アンコール終わるはず。ちょ、見合いの PP が危ないか。マリル引いてきた。クレンアルマ。いや、やっぱ相手、ヒヤミツ打ったターン余計やったと思うわ。だって、ここで俺もう、アンコール終わっちゃうよね。ここでアンコール終わるんで、この気合パンチで確実に一匹持っていける。グレンアルマ引く。もう一回マリルリ？あー、そっか。ここで身代わりを出ばいいんか、相手。で、キアパンかます。わかんない。相手目線やとまだマリルリが装飾だとバレて、いや、もうさすがにそんなことないやな。もう一回身代わりか、相手。まぁ、ちょっとだるい。まぁ、だるいけど、このやりとりに意味があった。だって HP クソ回復できても。で、絶対俺はガスト残したいんで。まぁ、ここでマンダか、じゃあ。ここマンダやわ。ここマンダでダブルウィングや。いや、ごめん、ダブルウィングじゃない。自信でいいかも。ダブルウィングだと壊せない。だから自信や、ここ、マンダで。自信を解けばワンコールされてもバンギ出せないから。もう自信やな。自信、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 自信。ちょっと待って、滅びの歌、アンコール、冷や水、苦手やろ？これ自信で。さっき微妙にダブルウィングの、なんか、一発分で4分の1入ってなかったんで。アンコールちゃうから、ここ。冷や水か。うん。オッケー。ヘミザとしても、ここの自信は、で、もう確実に一匹持っていけるの確定やから。ここでグレンアルマを切ってくる。うん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 。え、オッケーなんじゃ？ちょ、なんかもう、頭こんがかってきたけど。玉で削れて、で、マリルリもあのヒットポイントやったら、まあ次ダブルリングでいけるか。もうここで、どうしよう。もうマンダ切ればいいんか。マンダ切りましょうか。マンダ切りますわ。自信打つ意味ってあるか、これ。マンボウの悪者圏内とか。ごめん、ちょ、マンダ切りでいいよね、これ。夢？さあ、だから死ぬ？大丈夫。いや、これあんま、ちょ、思ったより効かなかった。やべ。思ったより入らなかった。噛み砕く。まあ、マンボウ呼ぶかな。そしたら、ここガッサや。え、いいよね。だって、ママンボウ出したら、マリルに受けられて、結局意味ないもん。もうこの、もうこれさ、もうテラスタル、今打っちゃっていっか。ただ、一応身代わりしよっか。ただ、ワンチャンなんかバンギに抜かれてたらどうしようみたいな。いや、俺もキノガサの火力信じるわ。もうこれもうテラバスいっちゃう俺。上取れてんねやったら、これ勝ちやから、これで。だからマンダの自信で削って身代わんねん。抜いてるわ。だったら身代わりでよかったけど、まあ結果論。まあもうそもそもこれで倒せるはず、絶対に。うわ、嘘でしょみんな。嘘でしょ耐えた。よし、勝ちだ。これ勝ちだ。どうみち勝ちだ、これで。勝ちだ。勝ち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 。
勝ちでしょう。これは言ったでしょう。選べばいいわ。いや、このガッサ強いで、ほとんど9割ぐらい体幹、もうタスキ奉仕型。いや、あと2分もちょ、どんだけ試合してんねん。まあテラバーストでいいよね。オッケー、倒した。よっしゃ、ありがとうございました。これがガッサの力です。さあ、マッチしました。ムーンさんお願いします。相手の手持ちが、キノガッサ相手に盛るね。で、ヘイラッシャ、そして、サーフ号。いや、サーフ号とか一番無理なやつ来たわ。そうやな。開幕、ちょっと俺もガッサ警戒でマンダ行くか。で、ママンボで特集受けて、まあ、ガッサで、あと始末するか。さあ、よろしくお願いします。羽ばたく神から来る。まあ、これはちょっとマンダが特殊で縛かれてしまうんで、まあ、即ママンボウに引くわ。で、ママンボウに書いたところで、まあ、多分なんか感づかれるんで、ミラーコートとか、まあ、もうダメージで多分相手引くと思うんですよ、諦めて。で、その引き下げをちょっと予想したいな。フォー、これ全然聞けませんよ。あー、言うてもそこそこと入って、ってるそこそこ入ってる。これ一回ミラコード打った方がいいかもしれん。うわ、殴ってきた、そのまま。しかし2回耐える。2台から特攻下がってミラコで芝く。海竜か。いや、海竜だったらママンボウどうする。これと、これ居座って下手に竜舞とかされまくる方がまずいんで、一旦マンダ理解入れようか。ただマンダ側が打点がないねんな、あんまり。まあ、でも言うて、海流側マンダ血圧かせたらもう多分、ダイマ切ってくる、ダイマってか、テラスラ切ってくると思うんで。そういえばここもマンダ安定かな。竜の舞をかましていく。これどうする。あえて、竜舞せずに、そのまんまもうダブルウィング切ってお役画面でいくか。もう意味がわからん、それもう。激凛耐えるってことか。だが、俺は、ダブルウィングを避けられてしまう。カスやな。これカス。こいつのメイメポンがわからんから、ちょっともう殴ろ。いや、もうそこまで詰まんでよくない？そこまで詰む？金安め持ってんな、これ。まあ、もうちょっとごめん、これ以上竜舞されるわけにいかないから、俺も竜舞行くわ。金安めから、まあ、金安めから倒してくるっていう手順だと思うんですけど、まあ、もうこればっかりは、竜舞、金安めまで行ったら、おそらく、テラバースト、飛行軸のやつだと思うんですよ。だから、もしかすると、あー、テラバ来てきた。いや、なんかこれ、ここでテラバ、ま、テラ、スタルってことはテラバ飛行やと思う。いや、だったらこれガッサでどれかできないかな。だよな。ワンウェポンや。で、あと一個多分アンコールかなんかのやつや、これ。結局でもこの方が一番強いからな。殴ってくる。いや、もうそしたらもう、あれだ、キノガッサでテラスタル切るしかない。ガッサテラス以外ないっすね。ガッサテラス以外ないぞ、これ。それでも耐えるかどうかや。さあ、飛行が4倍弱点から半減へ。テラスタル岩。キノコの方し。結局キノコの方しっていう。今の環境ね、もうほんと、キノガッサですらもう全然おらんからね。海竜がバカすぎて。だからこそ、これは、一種の下克上だ。環境最強ポケモンへ。元環境最強からの下克上。お前に最強の技は譲らない。いいチップに振ってます。若干頼む、耐えてくれ、お願い。竜舞三積み、寺場耐えた。さあ、キノコの奉仕から、ここで皆さんあれですよ、じっくりいくの大事よ。これ身代わりがなんなら撃てるな。
身代わり撃てます。身代わると。グーグー眠ってる、OK。これできれば長時間眠ってほしい。ここで最速起きされても大丈夫っていうのが強みがある。で、別に大丈夫じゃないか。いや、大丈夫やな。これ、ポイズンヒルで一生回復するか。ここで最速起きされたらだってあれやもんな。いや、違う。ここでキノコ欲しいねんだよね。この方は。うん。もう、これあの、最速起きだけ絶対ケアなんで。火力引く！何？最後か、じゃあ。うわぁ。それはきつい。それはめちゃくちゃきつい。それきついけど、ポイズンヒールで、HP80 倍に戻った。なんやったらここママンボウ行ってもいいかもしれんな。ちょっとむずいぞ、これ。気合パンチもテラバーストも半減や。ここテラゴーソってのも考えてんな。格闘と岩の調和性、特にそのテラスタル、岩を切るときの耐久性ってのを加味すると、俺の中ではテラスタルゴーストよりも岩が勝った。あの、正直、割るときもつられたらもう、割るときも出せたらもうどうしようもないな、これ。ゴールラッシュ。逃すよりも早い。まあでも、そらそうか。いや、そらそうでもない。いや、そらそうだ。無振りでも多分抜かれてるはずだから。ここ下がる。あー、全然入んないっすね。ってことはマンボウに引くしかない。もちろんここで海竜来る可能性はある。ただもう海竜はこのガッサの前あれできない、詰めないはずやから。ゴルララ連打、これこだわりなんちゃうのこいつ。これ絶対交換するよな相手。もう最悪。もう意味わからん。わからん。交換読みの交換読みのさらに居座りかもしれん、これ。いや、そうだか。これ全然メガネじゃなかったわ。全然メガネとかじゃなかった。いや、まあでも結局、これこれで OK で、ここで、もう一発マウンボ行くだけなんで、相手特攻が戻り持っただけやんな、これ。シャドウボ。多分2回耐えるやろ。全然耐える。ただ突破口がわからん。突破口はこれ。これの。相手目線だと悪だくひたすら積んでになるから、一応移しようか。ミラッコ怖いから殴れないはずやねん、これ。一回見てるもんな。うん、悪だくみ。悪だくみ三図にしても、身代わりとかない限りは、このママンボに対して何もできない。しかもなんなら、渦しのダメージでこれ結構削っていけないか。で、一回ミラコと打つわ、これ。まあだよな。これどうだろう、ママンボが、こいつの三積みを耐えてくれるかどうか。もうでもそこにかけるしかないもんね。いや、これはもうミラーゴっていくしかない。ああ、事故さえあるんだ。いや、まあでも結局、関係ないかな。結局関係ない。結局関係ない。ワンパンやし。ミラーゴしかない、これ。153はさすがに耐えないか。いや、ちょっときついかな。さすがに。覚悟のシャドーボール打ってきた。まあさすが足りないわ。一応キノガッサ切ればワンチャンあったか。これもうキノガッサ切るしかなかったんかな。キノガッサ切れば絶対 100% 再生力で100シャドーボール耐えたけど、でもその後の海竜を倒せないねんな結局。いやだからもうあれしかなかったよね。いやごめんなさい、これはしょうがねえわ。ガードした。マッチングしました。バイロッツさん、よろしくお願いします。相手の手持ちが、海竜、ヘイラッシャー、ガッサ、そして、巨人、セグレイブ、なんだっけ？なんか、ツイッターで見たわ。ハバカミ、セグラッシャーみたいな、組み合わ、3匹の構築が強い。なんか、昔あったような、なんか、馬車ナットサンダーみたいなさ、
あんな感じのバシャナットサンダーのパクリみたいなのが今の環境にははびこったらしいんで、まあ、そこもガッサでもしばき回していけたらなと思うんですけど、どうしよう。どうしましょうか、これ。普通に困るな。キノガッサ、やっぱね、このキノガッサ、絶対に環境で、なんか刺さってるような気がするんですよね。フリージオとか使うか？ありだな。まあ、初手ガッサから行って、ママンボフリージオ。じゃあ行くわ。ガッサマンボフリージオで行く。ガッサマンジオで行くわ。さあよろしくお願いします。セグレイブから入ってくる、まあガッサ読まれてんのかな。範囲にテラストラ切っちゃうとヘイラッシャーとかでしばかれるんだよな。かといってここママンボで行ってもね、ママンボ特殊相手じゃないとね、受けられても倒せないんですよね。だからこそフリージョさんみたいな、いやフリージョさんで行くかこれまあフリージョだな、フリージョだ。いや勝ちてえけど、スララバリー、おダメージはそこそこ入らない。まあ例の持ち物だろうね。いやこれ巨剣突撃もしかして耐えないのか。耐えなそう。あ、でも俺の方が早いわ。最近のセグレイブってなんかこういう、あれに触れないんでしたっけ、素早さに。巨剣来る。おー。いや、でもこれ一生巨剣受け切れずに終わるな。巨剣受け切れんな、これ。うわー、やばい。しかも、イアン木の実がこんなところで発動しちゃった。じゃあこれフリージョ切ろう。もうしょうがない。耐えるこれは。え、耐えない。うわー、こん、まあでも粒探偵なんかいてかー、まあやりたくなかったけど、しょうがないかしら。お見せしましょう皆さんに、ガッサというポケモンの恐ろしさを。まあもうこれ、あのテラスで切っても貫通されるようだったらもうどうしようもないです。ちなみにこれはどうしようもない。30ダメージか。5回、あーごめんごめん、4回耐えない。4回で 5回は耐えないわ。ええ何こいつ、イカさんのやつちゃうやん。いや直帰やな、直帰や、これ直帰や、これ直帰、みんな身代わり。いやでも逆に朗報じゃないか、それスララバリの火力安定しないってことやろ。まあこれ身代わり打っちゃったのはもうあの2ターン眠り引かなきゃ負けってことですね。キアパンいきます、頼む、寝てくれ、ね、寝ろ寝ろ、オッケー。さすがのセグレイブさんもこれにはひとたまりもありませんね。ほし、ただまだわかんねえけど、身代わり残った状態でしかも回復リソースもある、永遠に報酬を打ち続けられる。お、得意のあれ出してみろよ、はばかみセグレラッシャーとかいうやつ出してみろ。まあ、そんなお前ガッサ一匹で何もできないよ、じゃもう雑魚やからな。うわー、ああ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 、毒牙か、岩行きてえけど、奉仕打ってテラスタル草だった場合にもう大ダメージなんで、もう一回身狩りできます。炎の舞か、なるほど、テラスタルせず効果が上がってしまう。じゃあ俺報酬打つけど、ラム飲みやなんかな、ラム飲みかこれ。ラム飲み
ラム餅鉄の毒かなんか見たことないぞ、俺。もうなんか、ね、眠そうにしてるから多分入ったんじゃん、これ。だラムの実やったら多分ここでもう目覚めてんもん。だよね、オッケー。オッケー、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 オッケー。身代わり行きます。で、まぁ、2ターン眠り以上引いた場合に、激アツってなるから、いや、これどうしよっかな、わかんねえな。なんかさっきこういうことしてさ、ここで身代わり入れなした結局相手が最長眠りでみたいなのあったやろ。もうこれタラバス打っちゃっていいやもん。2段引いた、オッケー。エラーバーストぶち込んで、いやーこれ助けてもないんか。ちょっと待って、じゃあ終わりじゃない、終わりやろこれ。裏海流、あー海流か、キノコの星いきます。ありがとうございました。みんなこのガスは強いわ。